あんたの仕業か。ああそうだ、殺人予告があったと警告した。どんな手を使っても刺してやる。この手で必ずお前は倒してやるからな、覚えてろ。邪魔するなら容赦はしない、たとえあんたでも。少し痩せたわね。9年ぶりだもんね。母さん変わった。頑張ったのよ。匠に会えた時に老けたなぁなんて言わせないんだって、毎晩ねクリームたくさん塗って毎晩お前の夢ばっかり見てた。匠、何も話そうとしなくていい。母さんお前を信じてる。だってお前は父さんの息子だもの。だからね、母さんは何も聞かない。今日までどこで何をしていたとしても構わない。だけどね、これだけは分かってほしいの。母さん、父さんの復讐なんて望んでない。復讐は卑怯で弱い人間のやることよ。父さんを殺した人間と同じ汚い人間になるってことなのよ。母さん、忘れたのか。あれからのこと覚えてないわ。幸せだったことしか。
父さんとの日々は短かったけど幸せだった。だからその幸せを汚すような真似だけは許さない。それでもどうしても復讐するって言うんだったら、母さんはお前と縁を切る。もう手紙もお金も送ってこないでちょうだい。過去に縛られて人生を無駄にしたらダメよ。誰かを憎むより誰かを愛さなきゃ、誰かを幸せにしなきゃ。父さんが母さんにしてくれたように。そしてお前も幸せにならなきゃ。それが母さんのたった一つの願い。父さんの時計だってちゃんと未来に向かって動いてる。そうでしょ。アキラちゃん行くわよ。でもおばちゃん、おばちゃん。